人工芝もめちゃくちゃこだわってんだって、うん、そうなんだ。夏でも10度は、うん、あのね、温度が違うらしい。じゃないから少し砂入ってる。砂が入ってるんでしょ、うん、でしかもお水を循環してるんだって、すごい。なんで夏場は他のグランドより10度違うらしいよ、はい、すごい、うん、あ、大津コーチ、今回ウエスカのね、あのキャンプのメインヘッドコーチ、もう、ね、もうさっきね、うん、上で話してきましたけど、代表はなってましたね、はい、俺行くのみたいな感じで、はい、もう全部もうやってくれると思うんですよ。今日1人参加で777に分かれてます。で7人制、スピンは7人制ですからね。いやもう部屋っ子のね、指導をね、楽しみにね。そういうハードルも上げる必要ないです。そもそもそんなネタなんかごめんごめんごめん、はい、知ってる。この間さ、バルサとさ対戦してきてるからね、2回も、まあ0504で負けましたけど、ちょっと参加者の子供たちね、行ってみましょうかね。こんにちは。こんにちは。頑張ってね、はい、さあ今回ね、ウエスカのキャンプ選ばれるといいな。みんなすごいからね、ウエスカのスタジアムでサッカーできたりいっぱいできるから、風呂に会えたり楽しみにしてますから頑張ってくださいね、はい、怪我のなく、あのサッカーだけじゃなくてあれですからね、コミュニケーションだったりとかやる気をみんな見てくれるらしいよ。これは映像を岡崎選手も見るからいいでしょう。ということで頑張ってね、はい、ういっす。いっぱいね、いるんですよね、コーチたちが。今回お手伝いにしてくれますバサラの自己紹介お願いします。根本です。根本コーチをよろしくお願いします。はい、ウエスカ行けるといいですね、根本コーチもね、本当にお願いします。さあもう今日はね、3チームに担当のコーチがいますから、じゃ あの自己紹介お願いします。トモキです。トモキさん、よろしくお願いします。お願いします。ウエスカ行けるのかな、トモコーチも。そしてはい、じゃあもう一人、じゃあお願いします。大輝です。大輝大講習よろしくお願いします。今日ね、ほんと7人制で3チームに分かれてますから、7人7人7人と。スペインはね、7人制なんで、こうね、231のこのね、こうちょっとシステムをね、どううまくやっていくか、理にかなってるんですよね、これ。あの11人制と7人制はね、はい、そうですね、はい。まずね、今日はね、初めましての子たちがいっぱいいるから、こうね、こうボール回しで名前も覚えて、チームプレーだからね、こうなんかこう相手をうまく使ったりとかね、自分は個人プレーもそうだけど、チームでどうやって役割をするのかっていうのをね、見られてセレクションで選ばれるっていうのもありますから、個人だけじゃないからね。あと生活態度、俺選んでるんで。おいのしゅー、おはようございます。おい、こんばんはか。おい、うん、頑張っていいよ、選ばれて上塚に行こう、みんなで。おう、よしゅー。さあね、ちょっと部屋っ子がね、今日ね、ちょっとメインでね、やるんで。先月、まあ、本当ちょうど1ヶ月前ぐらいにスペインに行ったばっかだからね、もう全然違うもうね、うん、うちの部屋っ子ね、わざわざね、神戸まで連れてきました。申し訳ない。このね、グラウンドのね、やっぱ責任者もね、頑張ってもらわないと。